はい、どうもレイです。おねです。お二人はお話があります。最近レイさんは他の大学についてよく喋る機会が多いかな。まあね、その陸上チャンネルです。いや、なんかご意見番としてね、いろいろ意見をね、まあ総合的な話はします。やってく感じがやってると思うんですけど。ね、はい。でお前さんは片やね、駒沢になんか染まっちゃったりして。まあ、それはいはいはい。間違いではないわ。あやかろうとしてね、まあ、すがろうとしていますよね。君たちに恥はないのか。君たちの母校はどこだ。ここやここ来てるやんけ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 いやそこでこんな企画持ってきました。君たちの母校愛を調べたいと思います。母校クイズ準備してきました。母校ちょっといい。なんで俺さ君たちが俺なんだ。今僕があのゲームマスターなんで。君いくつですか。あのゲームマスター僕なんで。はい、すいません、すいません。進行邪魔しちゃいました。はい、はい、段取り通り行かないと、こうやってテンパっちゃう。プライベートではめっちゃベラベラ喋る。撮影になったら結構カミカミ。レベルあるあるね。あの、ルール説明しますね。はいはい。全部で7問あります。はい。で、1問3点です。記述式が2問あるんで。記述式複数回答が。ああ、はい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 。はい、1問1答ではない問題が織り交ぜてあるんで。それは1点。続いて。結構稼ぎどころみたいな。そう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 。で今回はちょっと、記述式があるんで、ボードではなくて、テストみたいな感じで、紙に書いてもらって、後で後ほど採点という回答を取りたいと思ってます。はい、わ、はい、かりました、はいはいはい。ちなみに、自信はありますか？まあ、母校でしょ？気になるのは、相手のね、大学の回答もできるわけじゃないですか、うん、今回。東海の方が有名じゃないですか。例えば、その、じゃあ過去のね、わかんないですよ。何の問題聞くかわかんないですけど、うん、過去の何かの成績とか、そういうの来た時に、中学院大学さんより、東海大学の方が、そもそも知らない人もわかりやすいというか、うん、ニッチなのよ。はい、はい。中央学院は。そこをマスターしてると、ちょっときついかなと。ただ彼はですね、駅伝部じゃなくて同好会なので、あの、にわかの可能性はあると。正直、洋金さんが東海の問題当てまくって勝つ可能性もあるから。そうそうそう。監督の住所とかだったらすぐ言えるんだけど。いや。コーチの娘の名前3人当てようってさ。ないっすね。でもなんか、諸角監督、趣味も調べたんですよ。ああ。諸角監督だけあって。で、あの、あ、僕、わかりますよ。わかります。あれでしょ、ディスコって。あぶねえ。リサーチ済みか。あぶねえ、あぶねえ。走っといてよかったっす。じゃあ行きますか。はい。はい。はい。時間かかったね。マスクとびれたよ、僕は。本当に。言わんでえねえ、そんなこと、お前。多少大かも制限時間設けましたけどね。あの僕らがじゃあこれ回答を言っていくのって聞く方にポイントつけていってください。はい、1問目いきます。はい、箱根初出場は第何回大会、何年でもかです。まず東海大学が1975年1965年1973年です。うしっ、レイさん3ポイント。よし、これでいいやん。あげます、あげます。あ、なるほど、これ近い方が OKOK。 はい、あげます。やった、3ポイントもらった。惜しいな。惜しいですね。すごい、なんかすごいな、すごいな。だってだいぶ前ですよ、第49回大会。でもリアルに70年代やったなっていうのはマジでなんか覚えてた。じゃあ中央学院88年です。1979年1994年です。レイさんが近い。ちょっといきなり、え、これも3点くれるんですか。3点あげます。今6-0っす。はい、じゃあ2問目いきます。シード獲得回数、じゃあ東海大学、はい、35回40回29回。レイさん中央学院、はい、中央学院10回。え、これちょっと大川さん、ほんまに頑張ってください。やばいな。第3問目、5000と1万の歴代記録保持者の名前を、東海大学2000佐藤佑樹さん、1万が村沢樹乃さんです。5000村沢さんで、1万佐藤佑樹さん。さあ、どっちだ。2つ目1つ。レイさん正解です。でこれあの下の方を見ていくと、ハーフマラソン9位に中島レイが入ってます。まだ残ってね、残ってます。ギリギリね。中学院ですか、はい、ごめんなさい、5000曲がんなかったです。横川匠で、1万が木原正人さん。ああ、はい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 。5000横川匠の1万が栗原圭人。5000m 末滝弘之。おった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 。え、忘れてました。もう富士通のイメージ強すぎて。中央学院ですよ、1万メートル栗原圭吾選手。おっす、あだっす。だからこの大金さんに3ポイントあります。ありがとうございます。4問目いきます。はいはい。監督が大学で担当している学科とは。いいですか、僕には。あ、いいですか。僕も受けてたんで。あ、受け体育学部競技スポーツ学科、スポーツ A。 レイさん正解です。スポーツ A よ。中央学院大学川崎監督ですね。経済学部経済学科、スポーツ A。 体育方法学、体育方法学
はい、これはなしで。あ、なしで。正解者なしにしましょう。二人とも経営経済に言ってる。まあね、まあね、まあ一応スポーツって言ってますけどね、こっちは。合ってないっしょ、これは。あ、そうか、スポーツ経営か。いや、厳しい厳しい厳しい。お涙。いや、じゃね。お涙。なんでこっちが断る。いらん、いらん、いらん。厳しい。あの、今圧倒的な差で負けるの知ってます。見てあげようかな。見てあげる。うん。じゃあ行きます。第5問、監督の名言。これも意味わからないな。速さを強さ。目を覚ませ。います。チャレンジしてやればできることを選手から教わった。刺さってないっすね。刺さってないっすね。いいっすか、僕。はい。一応難しいっす。難しいよ。これどうやって、どうやって推測しました、そう。中学院で根性論かなって言って、走った距離は嘘つかない。いやいや、なんか言いそうかな。言いそう。提供でも言いそうです。いや、言いそう、言いそう。1秒1メートル攻める走りを。うん、多いな。多いっすね。グラウンドにあるよ、横断幕が。それ書いてある。あ、駅伝部の。駅伝部の。あ、もうずっと貼ってあるんですよ。ずっと貼ってある。そうなんや。じゃあ、正解発表します。はい。私たちには立派な記録はないけど、箱根に対する思いは人一倍強いものがある。なんか納得してないけど、二人ともなんか、あ、まあ俺らは推測したけど、みたいな。名言それ。いや、これ二人ともなんかインタビューなんですね。インタビューで記者の人が名言っていうことにして、記者の人が名言っていうことにして、ことにして無理やりな。俺はもうゼロポイントですね。はい、こっからがもう、記述というか、複数回答ね。もう僕書いてもらいます。そうですね。はい、これはだから一問一点ですよね。一問一点。第6問。大学出身者で日本選手権を優勝したことある選手。職位限定で。これもどっちの大学もまとめていっていいですか。はい、ですよ。坂口良平、立沢良二、佐藤祐樹、新井菜々美、飯沢和子。で、中学院が篠藤淳さん。あー、いや、ごめんなさい。僕全然わかんなくて。新井菜々美さん、佐藤祐樹さん、諏訪俊成さん、で、中学院篠藤淳さん。中学院のこの篠藤淳さんの信頼です。今挙げてもらった中で、レイさんが合ってるのが6個あったんで、レイさんが6点。はい。だから全部合ってる。はい、合ってます。大金さんが3つ合ってて3点。で、その諏訪さんがちょっとマラソンってことで。ですよね、ですよね。はい。マラソンやなとは、なんかアテネかなんかどっかのマラソンでメダルかなんか取ってる、うん、レジェンド選手なんですけど、トラックは取ってないんじゃないかなと思って、僕はパスしたんですけど、取ってなさそうですよね。取ってないっすね。第7問、最初問題です。箱根駅伝各大学の歴代区間記録保持者の名前を答えてください。大学記録？そうです。僕じゃあ行きます。1区、佐藤祐樹。2区、村沢章信。3区、佐藤祐樹。4区、立沢良二。5区、吉田響。6区、立沢良二。7区、また佐藤祐樹。8区、小松洋平。9区、港谷春樹の10区、郡司明宏。6人しか書けてないんですよ。1区、佐藤祐樹。2区、関隼人。3区、佐藤祐樹。5区、松尾淳之介。6区、立沢良二。7区、佐藤祐樹。8、9、10、空欄です。佐藤祐樹さん、1、3、7は一緒なの？1、3、7って競馬じゃないですか。1区佐藤祐樹、2区村沢貴乃子、3区石原翔太郎、4区名取亮太、6区が吉田響、6区が田沢良二、7区佐藤祐樹、8区小松洋平、9区港谷春樹さんと竹村拓真、2人です。同体で、はい、本来だと11点これ取れるんです。ああ、そうなんです。はい、で10区が郡司さんです。ということは僕が8も割ってるんで8点。大金さんは3点。3点。しょっぽ。いや、中学院取り返してください。いや、取り返します。本来そういう企画ですからね。そう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 。母校で点取ろうよっていう話です。僕もちょっとこれ分かるとこだけ。1区栗原圭吾、2区木原正人さん、3区木原正人さん、5区が高砂大地で、6区が部下は、9区が篠藤淳さんです。まあ僕も結構当てずっぽなとこあるんですけど、栗原圭吾、2区海老沢剛、3区横川匠、4区伊藤秀虎、5区宇根歩、6区樋口陸、7区沼田大輝、8区細谷恭平、9区篠藤淳、10区中島良希。ただここで分かったのは、前の問題からですけど、篠藤淳の熱い話。1区栗原圭吾、2区木原正人さん。おっしゃ、嬉しいね。嬉しい嬉しいね。木原正人さん嬉しい。じゃあ3区塩谷。塩谷さんか。4区城田。あ、城田か。城田こう。もうピンと来てないレイさん。城田か。5区は細谷さんですね。細谷恭平。そうだ、細谷さんや。改造してます。そっか。はい、2番がウニですね。6区部下、でこれも2番が樋口陸さんですね。これ2番をコテコテにせるんで。7区は吉田浩太。ああ。2位も沼田大輝なんで3連続2位。
じゃあ8区、杉本さん。これ古い人ですね。82回大会。わかんねえ。あ、でも9区、篠戸。はい。10区が中島さん。で、トータルが？リリさんが4で、大金さんが3。ちょっと待って。一回タイム取っていいですか？はい。もう一回大きな声で発表します。レイリーさんが4点です。4点ですね。はいはい。はい、1、2、6、9ね。はい。はい、大金さん、3点です。レイリーさんが34点。大金さんが14点。圧倒的にレイリーさんの勝利です。勝利名乗るのやめてもらったんですかね。もうダメですよね。ダメですね、これ。ほんとすいませんでしたね。さすがにその中学院のね、クイズもうちょい当ててくれるかなと思ったんですけど。ボロックス外しましたね。うん。ありがとうございました。